現時点で、うん、レディオクレイジーっていう名前は俺がもらったと。ドーム行く、ドームやる、ドーム、まあね、浅井健二さん、もう2回ぐらいしか喋ったことない、ね、フラワーカンパニーのベースのグレート前川です。